愛知県では公立の小中学校1394校が今年度のテストに参加しています全国学力テストは小学6年生と中学3年生が対象で国語と算数数学理科の合わせて3教科の試験が実施されています理科のテストは3年に1回程度行われていますが新型コロナ感染拡大でおととしの全国学力テストが中止されたため理科の実施は4年ぶりです 愛知県は去年、国語が小学6年生で全国の平均正答率を下回り、算数はほぼ同じ、また中学3年生では国語が全国平均とほぼ同じだった一方、数学はやや上回る結果でした。